こんばんは。今日はね、5月9日です。昨日ね、母の日だったんでね、今日は、私が休みだったので、お花を見にね、母親と、ワンちゃんを連れてね行ってきました。その帰りにね、この麻布菊園でね、有名なわらび餅を買ってきたのでね、それの紹介をしたいと思います。はい、豆大福もねあるんですけどね、有名なこちらのわらび餅をね食べていきたいと思います。開けるとこんな感じです。きな粉がねもうたっぷりなんですよ。このきな粉のいい香りがすごいして美味しそうです。こっち向けてやろうか、こっち向けて食べるか。じゃあね、爪楊枝でね、いただいていこうかな。さあ、このお宝を探すようにね、おお、ちょっとね、緑がかってるのね、これは。で、ちょっといただきます。うん。冷蔵庫入れてたからね、すっごい冷たい。で、柔らかくてね、甘みがある。きな粉ってよりはこのわらび餅の方に少し甘みがあるのかな。しかも結構ね、大きいのよ。うん。おいしい。これはね、2,3,4,5,6,7,8,9 10個入ってますね。何せきな粉がたっぷり、柔らかくてとろけます。あんまりね、見栄えがあれだからね、変化わかんないかもしれないですよね。おいしい、これおすすめ。麻布菊園のわらび餅、うん、てか母の日に母を連れて公園にね、お花を見に行くのはいいんですけどね、その後で結局ね、お土産をもらっちゃうというね、まあ、また今度ね、違う綺麗なお花があるところにね、連れてってあげたいと思います。美味しかったです。一応ね、賞味期限は明日までになってるんでね、明日またデザートに食べたいと思います。ごちそうさまでした。